はい、レオンです。今回はヴァンガードでシップメント、アサルト6対6チームデスマッチ、途中参加で入ったんだけどね、最初から見たいですね。今回渡辺美和のクラスのウェルガンで暴れてみたいと思います。お、いいね。もうちょいで武器レベル最大になるんですよ。もうちょいっていうか、もうちょいで69になりますね。コンスタンツ・ミューラー対コンスタンツ・ミューラー、正面実況久しぶりですね。あらら、クソだよ本当に、クソだろ本当に、お前が死ぬ番だ、クソやろ。25キロぐらいやればいいんじゃない。うわー、このコンスタンツ・ミューラーとっても面白いね。あのセリフが何とも言えない、面白い、めっちゃ独特のキャラですよ、マジで。俺のお気に入りの、俺のお気に入りなんですよ。人気あるんだよな、とってもミューラーは。まだシークレットまだ溜まってないのか。あ、レベル69なかった。これめっちゃ強いから、お、ウォーマシンかもしてるよ。あ、待ってよ。あ、シークレットやったぞ。運用券、板金よ。あらら、ウォーマ、板金、板金ともに。シークレットやっとこう。あ、間違えた。味方のケアパッケージが到着した。ちょっと今、あ、死んとこなかったな。あ、大丈夫か、よかった、ここでリスポーンして。板金よ、ちょっとサムネ用で。あ、俺のケアパッケージだ。なんだインテルか。ちょっともうちょっとやつが欲しかったな。これでマックスにはならないんで、絶対ここ。あ、死んだ。19キロ多くはない。戻った、戻った。今今回番犬長生きしてる。あのね、ダスハウスでやるとさ、なぜか知らないけど出した瞬間に死んじゃうんですよ。あれ直してほしいな。今、おい、25キロ超えてるな。おお、オッケーオッケー、25キロいいね。25キロ10、負けたね。でも俺じゃない、ハイライト俺じゃない。はい、今回ね、シップメントのチームデスマッチで成績が25キル14です。プラス11ですね。あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひとも、これですね、あと、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。13マルチキル、埼玉マルチキル、13マルチキル、いいっすね。俺だね。やったぜ。はい、失礼します。